ここからは ABC 交通情報です。ジャティックの大塚光子さん、お願いします。はい、こんにちは。第二京阪道路の下りで事故が起きています。第二京阪道路角前の下りの第二京阪角前インターの手前で乗用車同士の事故です。現場は3車線から2車線になったところ、右側の車線が規制されていて2キロの渋滞です。名神高速の下りでは高槻バス停手前で大型トラックが故障しています。一番左側の車線が規制されていて少し混み合っています。白浜方面から大阪方面への車が増えました。和歌山の湯浅御坊道路の上りが広川南付近を先頭に御坊南に伸びて10キロの渋滞です。西から東への車、中国道の大阪方面行きが宝塚西トンネルを先頭に8キロ。反対の下りの西宮ナジオサービスエリア手前ではトラックが故障していて一番左の車線に止まっています。阪神高速神戸線は東行きが深江を先頭に5キロの渋滞です。高速水田センターからお伝えしました。大塚さん、こんにちは。はい、こんにちは。だんだん秋めいてまいりまして、はい、まあ、秋といえば、まあ、お月見とかもね、これから、ね、ですよね、もうすぐ十五夜でございま す、はい、やっぱりこうお月見で一杯みたいなのはされるんですか。いいですね、十五日とあと十七日が、はい、宵まち月っていうんですかね、満月になるんですかね、今年十七が満月、満月、はい、ね、じゃあお団子とビールいきましょうかね、スターさん、団子とビールね、いかがですか。はい、ホタル町あたりで、ホタル町でホタル町で団子とビールでこうどうですか、こうやっぱりこう、まあ、ちょっと前までビアガーデンとかありましたんで、はい、こう夜空を見上げながらこうね、なんか飲むとか、そんなんはどうです。いいですね、星空の下で ね、 ね、はい、素敵じゃないですか。もうキャンプシーズンですもんね。いいですよ ね、 ね、で先ほどちょっとメッセージでもあったんですけれども、はい、沖縄でこれ放送やりまへんのみたいなね。はい、スターさん似合いますね。沖縄から、うん、沖縄でも夜空をこう見上げながらですね。いいじゃない、野外でね。その場合は大塚さんはスイーターですか、やっぱり。お呼びいただけるんであれば。ねえ。ねえ、うちね、那覇センターってあるんですよ。那覇センターある、ね、那覇センター出張しましょう。まあ、どちらかというと、あのね、スイーターと沖縄、はい、このディスタンス、この距離感がええかもしれませんね。それもいいかもしれませんね。星空を見上げながらの。本当ですね。ね、ディスタンスということでございますけれども、はい、さあ今日もご準備の方はよろしいでしょうか、はいはい、お願いいたします。それではミュージックスタート。いつまでも若々しいジ・アルフィーにリクエストをいただきました。この曲が流行った頃、私中学3年生でした。私は生まれた時からのカープファンなんですが、学年でカープファンは1人だったので、あだ名は広島でした。昨日優勝した広島カープ、そしてあだ名が広島だった時代も懐かしい。星空のディスタンス、お聞きください。大塚さん、どうもありがとうございました。スイタで4時に続いてまたまた爆弾発言といいますか、飛び出しました、あだ名が広島というね、すごいな、やっぱりね、ありがとうございます。さあ、ジ・アルフィー星空のディスタンス、ラジオネーム月姫さんからもリクエストいただいておりました、ありがとうございます。あだ名が広島ってすごいね、大塚さん、ありがとうございました。